おはようございます。2024年の本日は3月の5日、3月5日ですね、本日火曜日ですので、柏森駅の改札前にて挨拶運動させていただきます。改めましておはようございます。江南市議会議員の小籔でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さて、今日は3月5日ということで、だんだん暖かくなって、土の中から虫の幼虫が這い出てくるという啓蟄というね、史跡の中の暦の中の啓蟄という日です。とともにですね、この3月5日、実はカップヌードルだとかチキンラーメンを排出したという日清製粉ですね、あそこの創始者の安藤桃福の日でもあるということです。なんか食べ物あたりのね、今日は絡みになってきますが、チキンラーメンとは一切関係ないんですけどね、昨日の夕方でしたか、非常に寂しいニュースが一つ入ってまいりました。発売以来、もうすでに50何年になるという、明治製菓が発売するチェルシーという飴ちゃんですね。これバタースコッチの、イギリスの飴のね、飴なんですかね。そこからね、ヒントを得たということで、この明治のチェルシーというのがいよいよこれで3月いっぱいで出荷停止ということになったそうでね、もうチェルシーというとね、どうしても曲がどうしても頭から離れないというか出てきますね。なんとかチェルシーってやつね、もう一つチェルシー、あなたにもチェルシーあげたいっていうね、なんか片言のなんか日本語なのか英語なのかというようなね、言葉で CM が流れていました。と同時にチェルシーの箱と、そして舐める味を舐めますとね、どうしてもね、頭の中にイメージが出てくるのが、私の姉がね、熱狂的なファンだったベイスティーローラーズと、そして、そのベイスティーローラーズが履いていたパンツとか、それから上のシャツのタータンチェックという、あれがね、どうしても頭にシュッと描いて出てきてしまうんです。あれ本当ね、どういうことなのか、連鎖ですよね。はい、そんなチェルシー復刻をね、なんとか祈ってはおるもののね、また、ちょっとね、3月いっぱいですから会に行ってみようかななんていうふうに思ってます。さて、3月、別れの季節であり、4月またね、出会いの季節は待ってますが、やはりこの時期の別れの季節というのはね、まず3月もうどしょっぱつで来るのが高校生ですよね。高校3年生の子たち、彼らね、実を言いますと1年生から名古屋に通ってたりとか、それから名古屋の方から、もしくは岐阜の方から江南の方にね、通っていたりという方がたくさんいます。1年生の時はね、もう本当にたどたどしいというから、もう挨拶もできずにスーッと素通りしていった子が、1年生、2年生、そして3年生になるとも笑顔でにこやかにね、声までかけていっていただけるような、そんな高校生の方もたくさんおいでで、そんな子がね、ちょうどこの3月1日から高校を卒業すると同時に、私にですね、どうもありがとうございました、本当3年間お世話になりましたとか、元気をいただけましたというふうにご挨拶をしていってくれます。いやいや、実はですね、そんな本当にね、元気をいただいたのは、そして、本当にね、皆さんにお礼を言いたいのは私の方でございます。最後にですね、そういった卒業生に、卒業式に行く彼らに最後におはよう、じゃあ今日も頑張ってね、行ってきてね、頑張ろうぜって言って背中を押して最後お別れをします。合わせてですね、この3月多くの社会人の方も転勤になりますとか、そういったご挨拶で、先日もね、すでにありました、10年にもわたって私とご挨拶をしていただいた方が、いよいよ大阪の方へね、転勤される、ご家族で転勤されることでお別れを言われたりとか、数年にわたってこの柏森駅、ちょうど先日ですね、先週は何年かこちらでご挨拶させていただいた女性の方が東京の方へ帰られるということでご挨拶をいただきました。そんな別れで寂しいこんな3月ですが、それでもね、一生懸命私はこの地を離れても必ず応援しておりますので、頑張ってね、かの地で頑張っていただきたい、そんな風に思ってます。では今日火曜日、もう明るくなってますが、気温はね、そんなに寒くないんですが、やっぱりね、まだまだ冬ですので、暖かい格好をしてお出かけください。では今日も素敵な一日でありますように、皆さんいってらっしゃいませ。お気をつけて。